60時間超速マスター講座民法ユニット15に入っていきます。担当はレク専任講師の横溝です。よろしくお願いします。さて、ユニットの15ということで、ここからですね、物件ですね、そちらへと移ります。まず最初は23ですか、ユニット基本書ページの23、こちらですね、物件という項目へと移っていきます。まあ、ここは試験的にはそんな重要ではないとは思うんだけど、まあ、一応物件っていうものは、物に対する直接的、排他的支配権なんて言い方するんですね。まあ、直接っていうのはダイレクトにそのものを自分の好きなようにできる。人に対してはそれはできないでしょ？やろうとする人もいるけど、それは人間としてはダメよねってことになりますから、だからやっぱり物に対する権利だから私の好きなようにしていいよねってことが言えるって、そういう話なんですね。そして誰に対してでも言えるんですね。絶対性って言い方をしてきます。ここは私のものですよねってことをみんなにアピールできるって話だけど、まあ、ただ無条件でそれ言ってもしょうがないので、例えばこのノートは私のものですよっていうことを、このノートは私のものですよってことを持ってこうとした人に言えますよね。だから、例えばよ、例えばあなたがこのノートを勝手に持ってこうとしたら、私はやめてって言えるじゃない。私のだからやめてって言えますよね。で、これが、絶対性って言われるものだということなんですね。それから排他性。こちらのノートに関しては、このノートは私のものであって、あなたのものではないですよね。こういうふうに、一つの物件が存在するものの上には、同一内容の物件も成立しませんっていう考え方を、排他性と言ってきます。もちろん例外はあります。例外はあるけど、原則そういう考え方で物件っていうのは、処理されていくんだよっていうことなんですね。まあ、物件法定主義、絶対性がありますからね。誰に対してでも主張できるような権利を当事者の合意で新たにどんどん勝手に作られたらたまたまじゃないでしょ。だから、このあたりはいやいやそういうことはしないでくださいねというので、物件法定主義、民法で決まっている物件以外は、これは存在はできませんって扱いに一応してあります。はい、物件の優先的効力というのがありますけれど、まあ、特に丸二かな、債権との関係ということで考えますと、図が載ってるけどね、A さんが B さんに、例えば自転車貸してるとするじゃない。B が A に使わせろって言える権利は、賃借権って言ってきます。これは債権です。要は、賃貸借契約ってものに基づいて B が A に言えることだから、これは債権です。一方でね、A から C に、これ売買で所有権が移転してるんです。つまり、新たなオーナーさんである C は、これは私のものだってことが主張できます。こっちは物件です。こういうふうに物件と債権がぶつかり合ったら、物件の勝ちなのよ。あくまでも B は A に対してしか、借りてるって権利は主張できないから、ね。新たなオーナーシートの間では、借りてるって権利を B が主張することはできないじゃない。貸した覚えはないって言われたらそこまでです。だから、物件と債権の場合は、物件が債権をこれ潰せるのよ。っていう話になるんだよっていうのが、債権との関係での物件が優先するっていう話だと思ってください。もちろんこの話が常に必ず認められるわけじゃないので、いろいろ修正はあるんだけど、この辺はまた、賃貸借契約のところでやりますから、今は無視しといて構いません。はい、それから物件的請求権というもの、それも見ておこうか。物件、例えばこれ所有権だ、いいや。所有権は、3つの実は主張をすることができるって、そういう話になってます。返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権って言っていくんですね。で、物件的請求権、物件から独立して、消滅事項にかかることはありません。だから所有権に基づく物件的請求権は消滅事項とは無縁です。
所有権が消滅事項にかからないから、それに基づく物件的請求権ももちろん消滅事項にはかかりません。で、返還請求権なんですが、まあ、これは要は私のもんだから返してくれっていうような話であれば、全部返還請求権って話になります。まあ、奪い取っていくっていうような場合でもいいし、あとはそれだけじゃなくて、騙し取ったような場合でもいいよね。B が A の元から A を騙して持ってったって場合でも、返せって言えます。どういう理由であれ返せと言えるっていう。一番強いのは所有権が A にある場合は、とにかく私のだから返してくれっていうのは理由はともかく B が A の元からそれを持ち出したら全部言える。騙し取られた場合でも、盗まれた場合でも何でも言えるっていう、そういう話ですね。妨害排除請求権。まあ、この図を見てわかるように B さん家の木が A さんの土地にこう倒れてるんです。どかしてくれって言える。これもやっぱり所有権に基づいてっていうイメージが非常に強いですね。占有者の侵奪以外の方法で物件が違法に侵害されている、妨害物の除去、妨害行為の停止等の行為を求めると。この木をどかしてくれってことが言えるよって、そういう話なんですね。この木について、邪魔だ、どかせってことが言えるって、そういう話です。それから妨害予防請求権。こちらは今にも倒れそうだから倒れないようにしてくださいってことをこの木の所有者の B に言っていくっていうのが妨害予防請求権と言われるものだと思ってください。そしてまあこれはそういうバリエーションがあるよって話でしかないんですけれど、プラスアルファのところも見ていただくとね、土地上に不法占拠建物が存在するというような話ですから、建物がこうあるわけですよ。ね、で、こう土地がもちろんありますよね。土地の所有者 A さんです。で、B さんが勝手に建物の上に建ててるんです。っていう状態ね。A さんはもちろん B に対して出ていけって言えますよ。ちょっとこれ出て行ってください。私の土地だから勝手に建物建てないでくれるってことは当然言えるってことになるでしょうね。ここは、ギューンとした方が見やすいかな。こんな感じでね。出て行けって言えるって話になるじゃない。だから、建物の実質的所有者がもちろん、これが、妨害排除請求権の相手方になります。ただですね、この B さんが、自分で建物を建てて、登記までしてね、カタカナの丸とで登記ですが、登記をしてさらにこれを C に売りましたみたいな話があった場合です。で、まだ登記名義は B のままなんだけど、すでに C に売っちゃったみたいな話があった場合ね、他人の土地に自らの意思に基づいて登記を得て建物を所有と。で、その建物を譲渡したっていうような場合です。その時も登記を保有する限りは、これは義務を免れることはできませんというので、この状況でも A は B に出ていてと言えます。もちろんこれ A は C にも言えます。だから、こういう状態になってたら A は B にも出ていけって言えるし、C にも出ていけって言えるよっていう、そういう話、どっちにも言えるよって話だと思ってください。この判例がね、試験では何度か出てるのよ。ここに載ってる二つね。この二つの問題番号のところの中に出てるのはこの判例なんですよ。だから建物の実質的所有者に対して、妨害排除請求権は使うのが、まあもちろん原則です。だけど、特にこの平成6年の判例の方の状態だと、建物の実質的所有者を A が探そうと思ったときに、まずは登記を見るじゃない。登記を見たら B 名義の登記があるんですよ。B 名義の登記があれば、あ、この土地は B のもんだなと思って B さんに出ていけって、この建物は B のもんだなってことで B に出ていけって言うのが普通だろうねってそういう話です。で、もちろん実質的な所有者の C を見つけられたら C に出ていけってことはもちろん言えます。どっちに行ってもいいですよって話になるんだということなんでしょうね。
はい、このユニットはここまでということにしておきます。